ベルミダー2世はザットの誇る高速地底戦車だ。現場への輸送はスカイホエールのゴンドラに搭載されて行われ、ダイヤモンドの1万倍という高度を持つ2つのドリルと水平回転式の強力ローターを使い、地中を時速60キロのスピードで掘り進む。武器として溶岩熱線砲と地底ミサイルを装備している。また車体後部の地底ミサイルはここに紹介している速射式のロケットランチャーにも換装できるようになっている。人間を捕らえて保存用の食料にしてしまう怪獣トンダイルをついに沼の地底に発見したザットは、直ちにトンダイル殲滅作戦を指令した。まずはトンダイルを地上に引きずり出さなければならない。ヘルミダー、怒りの特攻作戦が炸裂する。